日本滋賀県高賀市高南町、森尻高南町森尻は、滋賀県高賀市にある地名。高賀市高南町の北部に位置し、東、南は、高南町深川、高南町深川市場、西は、高南町、杉谷、高南町市原、水口町そま中、北は、高南町宝木、水口町虫行くのに接する。昭和40年代から、 丘陵地が開発され、新興住宅地の更新地区が形成され、後に行政区として独立した。1890年に関西鉄道が貫通。東端を東西に、滋賀県道128号、杉谷義河線が通じ、蕎麦川に矢川橋と蕎麦川大橋が架かる。奈良時代に、甲賀蕎麦から借り出された材木を集積し琵琶湖へ下す、矢川津のあった場所と考えられる。 北部の水田には、かつての上利政治割が見られ、旧の壺、十七等、上利壺付けが由来の小技が伝えられる。地名は矢川神社の森の外れに位置することにちなみ、平安時代の保安年間に、鳥羽上皇が、広高寺に寄進した森尻像として見える。1585年の郊外揺れと、水口岡山城追記によりその支配下に入ったと、考えられる。 天保13年10月に発生した農民一揆では地域の百姓が矢川神社に集結した。その150年ほど後にあたる1991年、矢川橋東詰に天保義民メモリアルパークが整備された。江戸時代後期に京都から技術移転され、全国的なシェアを得た前引きのこぎりの製造拠点であり、大見工画の前引きのこぎり製造用具及び製品が、 国の重要有形民族文化財に指定されている。2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。